横浜対東京後半、東京 MF 久保、中央、はドリブル突破を狙うもボールを奪われて転倒し、パスを要求していた FW 長井、奥、もがっくり、撮影、松本俊。YBC ルヴァン杯、横浜 1-0 東京、1次リーグ、7日、日発16歳の FC 東京 MF 久保健英が、トップチームの公式戦で初めてフル出場した。トップ下に入り、2トップの長井、富樫と位置を変えながら前線へも顔を出した。オーストラリア代表 DF デゲネクラを相手に気遅れせず勝負し、後半は FK も蹴った。ただ黒星に、やれた部分はあったけれど結局、最後で決めきれていないのが自分、非常に痛い。